ブレイブスマッシュは日本、オーストラリアの競争場。場名の意味は勇敢母なの一部。主な勝ち倉は2015年のサウジアラビアロイヤルカップ。2018年のフューチュリティステークス、マニカトステークス。6月7日東京の新馬戦でデビューし、ロードクエストの2着。その後も2戦続けて2着と惜敗するが、4戦目で初勝利を挙げる。 重症初挑戦となったサウジアラビアロイヤルカップは道中中断に位置し直線で鮮やかに抜け出すと最後はイモータルの追撃を花さを抑えて重症初制覇を飾る年末のホープフルステークスはハートレイの7着に終わりこの年を終える3歳初戦の形成杯では12着に惨敗距離を短縮して挑んだファルコンステークスは2着と構想するも NHK マイルカップは8着、日本ダービーは18着という結果に終わる。休養を挟み、11月のキャピタルステークスで3着となる。ニューイヤーステークスとオーシャンステークスは共に4着と、勝ち切れずに終わる。3月23日付で JRA 競争馬登録を抹消され、オーストラリアの D v r 旧社に移籍。移籍初戦となったリーガルローラーステークスで2着に入ると、 続くチャンドラー・マクロード・ステークスでは一番人気に答え、合衆移籍後初勝利となった。その後、テスタロッサ・ステークス2着を挟み、この年から新設されたジエベレストでは十番人気の低評価であったが三着と検討する。一月二十六日のオーストラリア・ステークスは五着、二月十日の CF ・オーア・ステークスは三着と、赤配続きであったが、二月二十四日の フューチュリティステークスでは、後位3番手からレースを進め直線でバグンを割って、抜け出すと最後は、中段から追い上げてきた当選スターダムの追撃を、振り切り優勝、G1 発制覇を飾るとともに、日本から移籍した2頭のワンツーフィニッシュとなった。10月26日に行われたマニカトステークスでは、ヒューボーマン機上で接戦を制し、GI2 勝目を挙げた。 秋シーズンは5000出走し、最高着順はニューマーケットハンディキャップの3着、アルコーススプリントの9着を最後に引退、アクイスファームで種ボバ入りとなる。2020年からオーストラリアニューサウスウェールズ州、ハンターバレーのアクイスファームで種ボバとして、つなぎ養生活を開始した。2021年には初年度3区が誕生する予定。 初年度は122頭に種付けしている。ありがとうございます。